はい、みゆき殿。はい。今日はですね、はい、大和経営者連盟の、はい、通常のコンテンツの一つである、うん、みゆきユニバース。ありがとうございます、はい。毎回楽しませていただいております。もう10回目になりますけどね。本当ですね。毎月毎月収録して、それを毎週毎週流してるわけですけど、みゆきユニバースの撮影を、先ほどしてまして、はい。で、今回のテーマがですね、言葉の本質と日本人の進化。はい、というテーマで、はい、進化というのは真の価値という意味で、そうですね、進化するの進化じゃなくてね、本当の価値ですね、うん、っていうところで話をいろいろ伺ったわけですけども、やっぱり言語とね、その、思考パターンというか、はい、いうような話も今日の中の一つの大きなテーマとして出てきたじゃないですか、はいはい、で私が何度かみゆき殿にも話をしていたんですけども、はい、20年前に1年だけアメリカに住んでたことがあって、うん、まあ、ちょっとだけ英語が喋れます。ペラペラとは言えないですけど、で英語がある程度喋れるようになった時にすごく感じたのが、うん、なんか自分の思考回路の順番が変わってるなとか、はい、なんか日本語をずっとこうしか喋ってなかったですよ、もちろん。で英語がある程度喋れるようになった時に、うん、物事の捉え方とか、なんか物の見方みたいなことがちょっと変わってきたなっていう実感があったんです、うん、どんな風に変わりました？まあなんかすごくこう合理的になったというか、はいはい、まあドライになったっていうほどそんなこうことでもないんですけど、うん、なんていうかやっぱりそれよく言われるじゃないですか、日本語は曖昧とかね、うん、で英語は結構 SVO でこう しっかりこう論理立ってるみたいな感じの、うん、はい、いう感じだったんですけど、その話も今日出てましたけど、その言語といわゆる思考パターンとか文化とかそういうところのつながりをちょっと教えてもらえればなと思うんですけど。そうですね、うん、本当にこの言語の中に、うん、まあ、答えから言うと、うん、言語の中にその思考や文化や習俗や歴史や全てが詰まっているっていうね、うんうんうん、この生きた遺伝子、うんうんうん、これ文化的遺伝子、うん、ミームと呼ぶんですが、ミームですね、はい、でこれがですね、うん、そのこうしたこの生きた歴史いや今のねそのさまざまな文化的なものっていうのがギュッと詰まっているのが言葉の中にある、うん、ということなんです、うん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 、ということは、うん、その人の語る言語体系によってその人の、思考や、考え方っていうのもかなり影響を受けていくということになります。これをサピア・ウォーフの仮説と呼びまして、これ言語相対論というんですけれども、言語によってその人のその思考とか、この考え方の仕組みですね、でそのあとは概念上のものっていうのもかなり影響を受けてますよっていうのが言葉の持っている一つの本質的宿命だと思います。鶏卵でね、はい、その例えば日本語の話をするならば、はい、日本民族は日本語を話してきたからこうなったとも言えるだろうし、はい、我々がずっと紡いできたものが日本語であるとも言えるのかもしれないんですけど、はい、これもう双方向だと思います。そういうことですね、はい、ずっとこうぐるぐるする、はい、ぐるぐるしている、どっちがどうっていうよりも影響を与え合うというか、うん、影響を与え合っている、相関しているという双方向なんですが、うんうん、この日本語でよく使っている言葉、うんうん、の中に日本民族が大切にしていた思考や考え方の、この骨格というのがもうすでに言語の中に畳み込まれているわけなんです。で例えば日本語は曖昧だ、まあ、主語がない、ね、なんか結構主語ないの嫌じゃなかです？僕はそれは当たり前だったから全然良かったけど、うん、そのだから英語を喋るようになった時に、うん、あ絶対主語がいるんだなっていうなって、うん、そっちにちょっと慣れると少し違和感があったりしますよね。ですよね、うんうんうん、でこの主語がないのが、うん、あるいは曖昧なのがいけないんだって思っちゃったりとか、うんうんうん、っていうふうにまあ教わりましたね、ね、うんうんうん、けどそれこそがある意味、うんうん、私はちょっと残念だなっていうふうに思うところで、でこのじゃあその日本語の主語っていうのはどこに溶け、うんうん、どこにあるかというか、うんうんうん、なぜないんでしょうそもそも、うん、まあ必要がないんですかね。でまあ、これは専門的な用語をすると認知的事故って言って、うん、わざわざ言わずもがな、うん、このもう内側で知っているから言わなくてもいいよという性質をこの言語の構造自体が持ってしまってるからなんですが、それによって強い自己主張をしなくてもいいとか、ね、こう大きなところではつながってるよっていうことを認知している、でも一応自分はいるんですよというそういう一つの性質が言語によってなっていきますし、まさにだからいいですか、さっきのその話、鶏卵の話とやっぱり一緒で、主語がないってことは
自己主張はあんまりしないですよね、うんうん、だから自己主張をしない民族だったから日本語にどんどん主語がなくなっていったのかもしれないし、逆に日本語をずっと喋っていると自己主張をしなくなる、うんうん、そういう双方向でもあります、ね、ということですよね、うん、でもそもそもまあ、英語で言いますと、うん、古い英語古英語と言いますが、その古英語にはそんな主語ってなかったんですよ、うんうん、ということですよね。それびっくりですね、ですね。だからそれ必ず主語を入れますよっていうふうになったのは、うんうん、シェイクスピア以降、うんうん、から1600年以降の近代資本主義、うん、合理的な考え方というものが、この勃興してきて、それとともにこの資本主義の発展とともに必ず主語が必要になるという、うんうんうん、そうしてやっぱり言語も生き物ですので、うんうんうん、でじゃあその今のお話の延長で言いますと、うん、その日本語というのは主語を必要とあまりしないというのは、うんうん、それは自然 の、 こうしこの私たちのね、その生まれ育ったこのずっと長い何万年の旧石器縄文と至る、うんうん、この自然が主として自然の中に溶け合っている事故だったからこそ、うんうんうん、主語というものをあの必要としないというかね、全体の中の一部としての我というこの、あの感性が死後のなさを生んでいったとも考えられます。そうだから、まあ主語を一個取ってもっていう話ですもんね。そうですね、言葉いろんなその切り口、うん、今日も出てきた例えばおかげさまとか、うん、よろしくお願いしますとか、そうですね、そういうが概念というかそこに当てはまる、少なくとも英語にはなかなか当てはまるものがない、うん、これね別にね、いい悪い、そもそも優劣とかいい悪いの違いではなくって、うんうんうん、たまたまその日本というこの国土がこの荒海に守られていて征服されなかったからなんですよね。この歴史的な地理的な地政学的なこうしたあのフィルターというこの半透膜があったおかげで、このまあ日本語と呼ばれている、実は日本語というのは自然発生音で、自然の様態をなんか見てはっとかわっていう、まあ最初はオノマトペからだと思うんですが、そちらからだんだんそれがこうつながっていって、この時間経過、時間というかね、時間の中でしか一個の音で言えないので、うんうん、でそれが、こう重なっていって言葉になっていくというね、うんうん、人間にとってのこの言葉の成り立ちというものを残していたのが日本語だったんです。うんうん、そういうことですね。うんうん、でその他の言語というのは、このどうしてもですね、やっぱり征服とかいろいろありますからですね、もともとの自然発生音的なその自然の様態と結び合った音の発生というものが一緒になかなかならなかったというかね、なったとしてもそこで奪われてきたから仕方ないんですよ、どうしてもその地位的なとか歴史的な状況を見ると。でソクラテス、有名なソクラテスが、まあ一つ言語論っていうものを語っておりまして、でその言語論の中でですね、まあこれはプラトンが記述してるんですが、この事象のありよう、事象と言葉の音というものが合っている、それがね相関があるというのは、これは最高に素晴らしい言葉だよねってことを言ってるんです。そんなものあったらいいけどねっていうようなことなんですが、ね、ソクラテスは知らなかったけどあったんですよ世界に、極東にね、極東にファイストにそれが日本語だったんです。へえ、自称と、だから自称だからね、例えば小川は、サラ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 とか、本当にサラサラって言ってるわけじゃないけど、サラサラという流れている音という流れている自称をですね、この口腔内で、この生態という、人間という生物が持っている自然発生の、この音を通して模倣したんですよ、ここでサーっていうこの擦れる音とか、ラーっていうね、これ模倣していくっていうね、この模倣がそのまま音になってやがて言葉になっていったというね、こうした人間というものがいかにして外界、外界を捉えて認識してたか、していったかっていうのを、こう、まあ、残していった原始的な音の並びの言葉のもと、まあ、言葉というよりはそもそも音韻と言われている一音一音にある、この五感とニュアンス
で、これを発音体感とか感覚体験っていうんですかね、うんうん、この感覚体験がそのまま残っているのが日本語だったんです、うんうん、なるほどね、うん、結構じゃあやっぱり歴史も、まあ、なんか古くというか、はい、日本語というもの自体が話されているのは我々の認識だとどうなんでしょう、有史以来2000年ぐらいなのかなっていうようななんとなく認識がありますけど、日本語っていうかもう言葉ですね、あとかね、言葉とか、あ、あ、あっていうのは、うんうん、ちなみになんでパッって言ったらあっていうか分かります？分からないです。このあっていうのがそのままこの声帯を通してね、声帯のひだを通して何のストレスもなくそのまま出していく音があじゃないですか、うんうんうん、ということはあっていう時はニュートラルポジションになる、うんうんうん、無防備というか、ね、この全方向 OK になる時にあって言うんですよ、うん、それいわゆる大和言葉のお話ともつながってくるわけですね。はい、なるほどな。まあ、今ね何段階にもわたって今こう、まあ、日本語というよりはその言葉の生まれる元の話からしているわけなんですが、それがどんどん醸成されて、で、縄文の時にある程度体系が生まれていって、で、まあ、もっと言うと元々の言葉というものの成り立ちは人間が二足直立した時から始まるんですが、そうして長い時間をかけてその声という自然音に、この概念、その事象と言葉っていうのを合わせていくっていうことがあって育っていったんですが、まあ、おそらく最初はそうだったかもしれません、けれども、この歴史的経緯の中でほぼその原始的なというかね、その自然発生音的なものが奪われている中で日本語が残っているというのが奇跡の言語であると私は考えております。我々その日本語の良さっていうのを あまりに当たり前すぎて意識ができていないんですけど、こうやって教えていただきながら改めて、あ、日本語って素晴らしいんだなとか、そういうことをこう意識していけるといいですよね、我々がね。そうですね、やっぱりこのね、日本語の中に日本人の魂がありますし、日本語によって日本人は守られているんです。そして日本語を語るということはその中にずっと有史以来の先祖の思いや祈りや考え方が入ってるってことなんです、うんうんうん、そういうことを教えてもらいましたけど、知らずにやっている我々と、そうなんだよって認識してやるとまたちょっとエネルギーが変わってくるんですね。そうなんです、ですね、だからじゃあどうしたらいいかっていうと、その普段語っている、ね、どんな人でもやっぱりね、赤ちゃん、言葉を発語してから、ね、おじいちゃんおばあちゃんになるまでずっと日本語で考えて、そして語るっていうことができる、ということは、この普段語っている言葉の中に、ね、で、まあ、思うっていう時も必ずここで日本語が出て、概念が、ね、こう作られていきますから、だからそういう意味ではずっと生まれるから亡くなるまでここに日本語の海でチャプチャプしてるじゃないですか、ね、でそして実際発語するときは、そこに愛を込めるとか祈り込めるっていう風にちょっとね、だからたくさんありがとうって言いましょうとかそういう話じゃなくて、普通にやっているその日々の恋の中に日本語がいっぱい溢れてますので、そこに日本語の独特の感性というか、この感謝の思いというかね、ありがとうとかね、そういう思いをこう乗せながら、愛の思い乗せながら、感謝の思い乗せながら、語り思い行為していくっていう、その一瞬一瞬の積み重ねがものすごく世界を明るくしていくと思います。まあ、だから結論は日本語がまあ世界を救うっていうとちょっとおこがましくなっちゃうんで、まあ、明るくするですかね。そう、明るくすると思いますね、ね、うん、いいすね、きっとね、でだから本当にこの、まあ、日本語っていうのはまあ一つの国防でもありますから、国守り の、日本語によって、ね、はい、防波堤として守られておりますので、でそういう、まあ、別にそこにフォーカスするつもりはないですけれども、こうした日本語という言語を与えられている人々なんだという日本語族だったんだということを思いながらですね、まあ、本当はもっとこれは先がありまして、母音と子音の違いとか、母音語族と子音語族とかいろいろこう分かれていくわけなんですが、この全て母音になってしまう海音説というんですが、この母音の国の人々っていうのは、水面下で全部つながっていく、ね、
これは脳幹の中の働きらしいんですが、うん、こう融合していく、つながり合っていく、うん、結び合っていく働きがあるようですから、うんうん、こうしてですね、あのみんなをこうおふくろおふくろですね、うんうん、おふくろさんよみたいな、こうやって包みながらですね、うん、この大きな輪、大調和を作っていく、うんうんうん、その、まあ、形代というかね、それ の, あの具体的なあのやり方っていうのも、うん、何か特別にしなくても日本語を語ってるだけで実はこういう大調和の、うんうんうん、この整えをすることができるんだよっていうようなことをちょっとこれからお伝えしたいなと思います。はいはい、ありがとうございます。まあね、はい、せっかく日本語を喋れる環境なので、うん、あの思いを込めながら日本語をね大事に喋っていきたいですね。そうですね、はい、あのおかげさまでというか、ね、おかげさまでって感じでね。はい、はい、まあじゃあそのところで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。